家で飲むのもいいんですけどね、ちょっとやっぱり料理と一緒に飲みたくてお店に持ち込ませていただくので持ってきました。こんにちは。いつもはね日本酒大体お金頼むんですけどね、今日は馴染みなんで持ち込まさせていただきます。しばらくの間だけですけどね。あー、キスと煮干しの天ぷらなんかいいですね。妻は、ロースカツです食べたいって言ってますし、石焼き麻婆豆腐も好きなんですよね。どうしましょうかね。あ、でも鮮魚のカルパッチョも捨てがたいな。いつもね、おすすめマークついてるウニカルボナール。これ絶対食べてますね。美味しいですね。あと、このハマグリとアサリの酒蒸し頼んでですね、汁がいっぱいあるんでね、造成にしてくださいなんていうのもね、裏メニュー的に頼んじゃったりしますね。あ、前置いててくれたんですか？あ、前、コロナ前ですね。うん、県外の方は多かったんで、そう。こっちのお酒入れてって言って、まあ、コウモでこうジュングルジュングルで入れてたんですよ。あ、そうですか。はい、肉も入れたりこれ入れたり。あ、そうですか。はい、じゃあちょっと再確認していただいて。いただきます。はい、自分やったらあん肝ポン酢。じゃああん肝ポン酢、じゃあそれとキスとめごちの天ぷら、石焼き麻婆豆腐で、いつものあれ、いや酒蒸しですか。酒蒸しはほら、ちょっと今血圧高いからね。ウニカルボナーラ。じゃあそれでお願いします。そう、ウニカルボナーラ。ではあん肝でいただきます。いただきます。うん、濃い味わいなんですけど、あん肝のコクとちょうどお酒の最初に来る甘み、旨みがちょうどいいバランスで合う、いい感じで合います。つかままさん、バッチリですね。キスとめごちの天ぷら来ました。いいですね、楽しみですね。お酒の最後来るんですけど、この天ぷらとお酒が来た後に最後酸味がキューッと来ていいですね。美味しいですね。揚げたて天ぷらやっぱいいですね。次はキス行ってみたいと思います。もちより基礎が若干味が軽めで、お酒の味がキューッと最初一緒になってから来ますね。これであのさっぱりして美味しいですね。あん肝もちょうど良かったですよ。いいですか。味がやっぱここがね合いました。ここがずっと飲んでるって感じ。石焼き麻婆豆腐来ました。卵をね割って混ぜて食べるんですけど、これはまたコクがあるんで合いそうですね。楽しみです。お願いします。いいですね。ではいただいてみたいと思います。うん、まあ、麻婆豆腐なんで当然あの最初豆腐の軽い味から来て、あんの味なんですけど、それを最後お酒がキューッと余韻を長くしてくれますね。っていうかもう何でも合いますね。美味しいです。スカツ来ました。これもね、酸味の強い味の濃いお酒結構合うんじゃないかと思います。ちょっといただいてみます。バジルソースもいいですね。いただきます。このトマト味のソースもかかってるんですけど、ちょっと軽いさ、料理の軽い酸味とね、お酒の酸味とあっていいですね。まあ、お肉の旨味とお酒の旨味も相性いいですね。いや、何でもいけますね。よしよし。ウニカルボナーラいつもの来ました。いつも頼んでるんですよね。美味しいですね。ソースの味わい濃厚なんで、このお酒に合うんじゃないかなと期待しております。
ではいただいてみたいと思います。あ、ウニさんおった、ウニさんおった。うん、まあ想像してたんですけど、最初に来るコクのあるソースがお酒の味をグッと、いやお酒の味はもちろん感じるんですけど、濃いお酒の味と合わさった感じでグッと抑えた後に軽く酸味が来て終わっていく感じで、あ合いますね、やっぱりこれはいいですね、うん、バッチリです。というわけで今日は馴染みの山本さんで特別に持ち込ませていただいて、あ大丈夫です。どうぞ。はい。あのいろんなお料理で楽しまさせていただきました。まあ今日は本当に山本さんありがとうございました。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル割烹寿司日本酒 YouTuber の方もよろしくお願いします。お願いします。